ちょっと帽子とか外せよ。真剣な話でした。なんかもうマジのやつだから。はい。まあもうちょっとおふざけとか今日はいいわ。まあなんと言ったらいいのかわかりませんけど。うん。イベント決定。やあ！早くくれ！本当にうるさい。はい、申し訳ございませんね。いつも通り今日はちょっとね、あんま笑わずにできました。褒めてください。はい、演技派です。こんにちは。1月のイベントが無事に決定いたしましたので、その詳細ともう一つご報告2個あります。あら、おそちらを発表させてください。はい、しゃー。なんと1月25日セレナっていう場所で、セレナ新しい会場です。僕たちちょっとレベルアップしまして、なにちょっと大きくなりまして、おお、そこでイベントしますので、イベントの名前は確かニューイヤーパーティー ST スタジオだった気がする。違う、ST スタジオのニューイヤーパーティーやな。わっぱやな。シャークワです。ということで、はい、そちらでまたいいイベントで、うん、写真撮影、交流、私物のプレゼントとライブもございます。イエーイ、最近大きなフェスに読んでいただいて、はい、初めてちょっと大舞台みたいな経験させてもらったんですけど、やばかったね。気持ちがいい勉強になりましたので、それを踏まえて、まあその1月25日ちょっと大きいところで皆さんによりね、ちょっといろいろ夢を与えていけたらなと思います。ありがとうございます。ということで、まあ場所とか詳細は下に概要欄に貼っておきます。はい、チェックしてみてください。チェキラチェキラ。もう一個の発表なんです。この子が聞いてる。なんと TikTok を始めました。あらー、出たそれじゃなくて、 ST でやるのはもう ST、 ああ個人じゃなくて ST スタジオ全員としてやるんですけど、ファッションについてのコメントとか、まあ、ST に興味持ってる人の中にそういうの多いんで、うん、メンバーの一日のその今日の格好とかを TikTok に上げていこう。わー、いいじゃないですか。いい、楽しそう。写真だけじゃなくて全身しっかり見えるような感じにして、まあオフショットみたいなのちょくちょく入れていきますけど、おー、いいじゃないですか。まず TikTok でいろんな違った方たちとも僕たちを知ってもらえればなと、やらせていただきます。いいじゃないですか。 TikTok の ID とかも概要欄もしくはテロップで今出てると思うんで、そちらをチェックしてぜひフォローの方よろしくお願いいたします。お願いします。お前それしかやってねえな。な、セダンでやるじゃん。それこれだろお前。それはい、ということでぜひ皆さん、はい、イベント僕たちにね、もうより頑張っていきますんで、はい、ぜひ皆さん概要欄から応募してください。お願いします。あと40万人達成したら大きめのプレゼント企画も。あら、おーい、ぜひ皆さんチェックの方よろしくお願いします。お願いします。お願いします。前回の30万人の記念のやつはもう届いてるみたいで、はい、僕もリプも来て僕リツイートしてありますので、ぜひお楽しみ。おーい、お願いします。それではチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。イベント楽しもうぜ。好きになって信じたってどうせ恋なんてこの一歩が踏み出せない。